皆さんこんにちは。星空写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之でございます。本日はライトのご紹介ですね。ジウンっていうメーカーから発売されているモーラスっていうのかな、モーラスっていうシリーズで、こっちが G60、G60 60W のライトですね。でこっちが X100 って X100 ですね。モーラス X100 の、でこっち 100W になります。全然形状の違う2つのライトをジウンさんからご提供いただいてます。ジウンっていうとジンバルのメーカーだよね。あの動画用のこう手ブレ補正スタビライザーのジンバルのメーカーなんですけど、そのジウンさんがですね、なんとこのライトを発売したっていうことで、あのね、見ての通りどっちもめちゃめちゃちっちゃいんですよ。スタジオ用の照明なんですよ、これね。スタジオの用の照明としては、これって本当に、最軽量、最コンパクト、うん、特にこっちの X100 なんて、こうなんか、すごい薄くてさ、こんな薄いライト見たことなかったですよ。このライトを私がどういう風に活用してるのかっていうのをご紹介したいと思います。それでは行ってみましょう。でまあこれ一個ずつ、それぞれポイントでこう紹介していきたいと思うんですけど、まずはこの、G60 の方ですね。こっちの方をご紹介しましょうか。ここでですね、この L 字のブラケットみたいなのが出てくるんですけど、ここに4分の1インチネジがあります。こういう風に三脚穴とかだとこういう風に使ったりできるんですね。でこれ、AC アダプターですね。 DC24V とあと、USB-C の Type-C で USB 給電で、使用することが可能です。でここがファンになってるのかな、放熱するファンがここについてるんですかね。で今 AC アダプターでこうつけてみます。でここの電源を押すとオンになりますね。名前が出てきて、はい、今 5500K で 1% の光量です。はい、こういう感じで 1% でもね、非常に明るく感じるんじゃないかなと思いますけど、こっちがね光量なんですよ。今 1% でこのように光量ですね。ボタンを1回押すと 0%、 50%、 100% っていう感じになるんですけど、細かい調整はここからできます。このクリクリクリでできますよ。とこう左に回すと色温度が変わります。はい、最大で最低で2700K、あの非常に黄色めの色ですね。それから、最大で 6500K だ。でこっちもこうペコッと押すと2700、5500、6500みたいで、リフレクターというこういうやつが、ついてます。要はめちゃめちゃその光が拡散して散ってると。なんだけどこのリフレクターをつけると、一箇所に対して集中的にこう光を浴びせることができますよっていう状態になるみたい。 G60 にはこういうですね、なんていうの、ゴムみたいなポヨポヨしたやつがついてて、これを装着するとこの光がちょっと和らぐっていうことなのかな。こういう感じで、はい、使用することができます。外すときはここの突起をこう押して外すっていう感じですね。それとは別にこの AC アダプターが付属していますが、まあ注意点としてはこの AC アダプターはこの三つ股になっているので、ご家庭にこのコンセントがない方はあのアダプターですね、なんですか、2本のコンセントっていうんですかね、一般家庭用のコンセントのアダプターを買う必要があります。でこういうですね、立派なケースがついてきます。はい、とっても立派なケースがついてきます。で続いて、こちら X100 の方をご紹介したいと思います。ここが発光部分で、ここがファンですよね。ここが冷却放熱ファンになってて、ここに、まあ、G運ってでっかくです。ちょっとなんかこの感じなんかデザイン的にあれなのかなと思ってますけど、でこう至る所にですね、実は最初シールが貼ってあって、熱くなるから気をつけてねみたいなことがいろいろ書いてあるものがありました。で電源入れてみましょうか。でこれはですね、ここをこう外すとこういう端子が出てきて、専用のモバイルバッテリー、これが使えます。モバイルバッテリーですね。これをガチンと使うとこういう状態で、使用することができるんですね。 2600mAh なんで容量はそんなに多くないんですけど、これなんか照明さんがこうやって使えばいいんじゃない、グリップにもなって、モバイル感のあるバッテリーっていうのが一応付属してますよと。このバッテリー使う上で1個
注意点なんですけど、このバッテリーですね、ここに USB 端子があるんですけど、 USB-C ですね、があるんですけど、完全にバッテリーがゼロになるとですね、一般的なコンセントから USB-C だと充電できませんでした。でモバイルバッテリーの USB Type-C でね、 PD 対応のやつで給電すると充電ができたんですけど、半分以上充電されるとね、逆にそのモバイルバッテリーの方を充電し始めちゃったんですよ。だから、完全にゼロになる前に AC アダプター、 AC コンセントから充電するのがいいみたい。ちょっとこれ私の経験なので、正しい情報だとは思うんですけど、まあそういう注意点がありましたかね。このモバイルバッテリーを使わなくても、ここから USB-C 端子が取れます。これもやっぱり USB-C のタイプ PD 対応ですね、なってます。で AC も、取れます。電源ボタンをこう赤いボタンを押すと、あのローテート DIN って書いてますね、 DIN、 ここをこう回すと自運転なってて、これで電源がオンになります。おっと。で、同じく押すと100、0、50というふうに切り替わります。1%。で、こっちも2700から6500かなに切り替わって、操作方法は同じですね。こっちにもリフレクターがついていますが、このゴムですね、白いゴムは、こちら X100 には付属しません。のでこの状態で使用することになります。でここのマウントがですね、なんか ZY マウントだったかな、その G 運の、特殊なマウント、独自規格らしくて、このリフレクターはその独自規格のリフレクターになります。でこれを一般的な規格に変換することができます。ボーエンズマウントっていうのが一般的な規格ですね。この、周りのこの突起3箇所が、これがボーエンズマウントっていう独特の規格で、これが ZY マウント、ジウンさんのマウントからボーエンズマウントに変換するアダプターになります。これをつけることでソフトボックスとか、っていうのが使用できるようになります。ここにアンブレラを挿す穴もありますね。でここで角度調整ができます。でここは照明器具とかのスタンドで使う、ダボっていうんですかね、の比較になってますね。その他にもなんかこう、アプリ経由で操作ができたりとか、音楽に合わせてその光り方を変えたりとか、まあいろいろな機能があります。でこれ2つともめちゃめちゃ小さいじゃないですか。だから私みたいに狭い家で自宅で YouTube 撮ってるような人にはすごくいいと思うんですよ。これね、小さいので、天吊り、上から吊るして使ってました。でこっちはね、もう外に持って行ってた。ではですね、ここからあの照明どういう風にこれを使うと変わるのかっていうのをご紹介したいと思います。はい、それでは今ね、お家の照明1個だけ、はい、つけてる状態です。私のこの部屋、このライブ配信で使う部屋なんですけど、ここはなんていうかこう暗めの照明を1個つけてて、私間接照明とかすごい好きなんですけどね、こういう風にやってるんですね。ここで今天井からですね、 G60 を吊ってる状態なんですよ。で、何もつけずにその G60 だけやっつけたらどうなるのかっていうのをお見せしますね。はい、つきました。これ、なんだろう、これ斜めからこう当ててるんですけど、結構強いですね、これだとね。これ 1% の状態です。はい。これだとだいぶ強いですね。まあ私の場合は、YouTube のこうやって、室内で撮る場合はフル発光で使うことってまずないので、なるべく光はこう 弱い光を当てた方が、こう背景とのバランスとか、そういうのも撮りやすくなるんですけど、でここになんだっけ、これリフレクターつけてみましょうか。はい、リフレクターつけてみましたが、あ、リフレクターつけると白飛びするね。光がこう集中してね、当たると、あのホームページにもリフレクターの方がこう明るさ上がりますよみたいな風に書いてあったんですけど、あ、こういうことなんですね。じゃあ次、この G60 についてるこのゴムみたいなやつ、これをつけてみようと思います。つけました。あれ、ちょっと結構変わったね。結構変わりましたね、これね。ちょっとこれで暗いぐらいじゃないですか。ちょっと光量を上げてみましょう。これで光量 5%。にしました。はい。
で、私みたいに今メガネかけてると、正面から当てると、こうメガネにね、正面が当たるんですよ。だからこう、横とか斜め上からとか当てるのがいいんですけど、こう全体的にこう、照らしたいとかだと、多分このドーム状の照明で済むんですよ。はい。今これ正面っぽいところにくくりつけてみたんですけど、どうですかね？そこにつけてるんですけど。まあ、何かこれ一個だけじゃなくて、いろんな照明とこう合わせて使うのがもしかしたらいいのかもしれませんね。上の方に吊るしてソフトボックスをつけてみたいなと思います。ソフトボックスをつけてみましたが、だいぶ立体感出ましたね。立体感出ましたね。はい。すごくソフトボックスを使うことで、自分だけがこう照らされてるような感じだったんですけど、ただですね、これ映ってないんですけど、ここにソフトボックスあってですね、でかいんですよ。ソフトボックス使いたいんですって言った時に、ジンユンさんがこの 90D っていうソフトボックスを、ご提供いただいたんですけど、ちょっとこれ、でかいですね。一般家庭で使うのは厳しいサイズかなって今思いましたね。このソフトボックスってね、大きければ大きいほどやっぱり光が柔らかくなっていいらしいんですよ。確かにそれはね、私も感じるんですけど、ちょっとでかいかな。うん、なので、ワンサイズ下のやつに変えてみたいと思います。こんなもんでどうでしょう。いいんじゃないですかね。このぐらいのサイズがいいですね。これであればなんか家庭で使ってても、なんかそんなに邪魔にならないというか、すごく立体感が出た、じゃないかなと思います。で、これで後ろつけてみます。こっちの光量 5% の状態ですね。こっち側が暗いじゃないですか。でね、上に私ライトつけてて、これでそっち側照らせるんですね。ピッと。はい。こういう感じで、完成しました。で、ここがちょっと暗いなっていう時は、これをデスクライトをちょっと当てたりして補っています。うん、こっちはとりあえずいいかな。こっちを 8% に今しました。どうでしょうかね。こんな感じでやったらいいのかなと。天井から吊るすことによって、すごい小スペースになるんですよ。やっぱこの天井から吊るすときは私オートポールっていうのを使ってますが、引っ張り棒みたいな感じなんですけど、横に突っ張るとやっぱりそのうちこう落ちてきたりするし、お家のこの壁がやっぱり歪んだりする元にもなるみたいなので、落ちてくることがないようにね、そのカーテンのところにちょっと引っ掛けたりとか、こっちの、なんだろ、戸棚の上の方に、引っ掛けたりとかして落ちないようにしてますけど、一応これ天井から、撮影できるカメラもつけてるんですけどね。うん。いい感じになりましたかね。こう雰囲気的に。はい。まあ、これなくてもいいしね。こういう感じでやっても全然いいですし。はい。じゃあ、まあ、こんな感じですね。とにかくコンパクトなライトなので、日本のその家庭事情にも非常にマッチした、照明なんじゃないかなと思いますし、あとこれちっちゃいのでね、持ち運びが楽ですから、野外での収録とか、そういう時にも活躍すると思います。私もこれ、今後もね、使わせていただこうと思いますんで、はい。ご提供いただきましてありがとうございました。それでは、今日の動画はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもどうも。